こんにちは、隠居5年目速稼塾の子でございます。実はね、私ね、あやさーちゃんの動画って結構見てるんですよ。 100% ではないんですけども、やっぱりね、塾生でもあるし気になるんですよね、あやさーちゃんって存在そのものが。ですんで、やっぱり動画をね、これほどまでにしっかりと出してると見たくなるし、花屋龍馬さんともやり取りしてるって、ノクさんともやり取りしてるし、まあなんかね、すごいなと思いますよ、本当に。で、今回ね、この私の動画を撮るのは、子供が私に育ってくるんですよ。今1歳過ぎましたけども、すでにね、もう入学手続きを済ませました。どんな学校に入れるんやって話じゃないですか。私はインターナショナルスクールを一択で選びましたね。基本的には、私はね、学校に行かせる必要はないと思ったんですよ。学校で学ぶことはないなと思ってるんですよね。ただ、その中でも、例えばね、義務教育の中である読み書きとか、それから掛け算の九九を覚えるとかね、あやさちゃんが言ってたことの基礎学習っていうのはほとんど必要だと思うんですよ。もっと言ったら、その、何ですかね、まあ義務教育で戸惑うこともあるだろうけど、ちょっと立ち向かってほしいなと。義務教育ごときに手こずることはないぞ、みたいなね。まあでもね、いろいろ考えても、集団生活になれるためってのは、ちょっと私に当たらないかなっていうのと、やっぱね、私はね、10歳ぐらいまでにビジネスができるようにっていうのと、あと投資がね、10歳から始められるようにっていうことを考えてるんですよ。少なくとも FX ぐらいがね。で、もし学校に行かせる環境とか必要性に駆られるとしたら、それは2つの目的が大きくあるよってことなんですよね。私が子供に伝えたいのは、大和君に伝えたいのは、一つは何かっていうと、学校に行って恋愛をすることかなと思います。これ恋愛っていうのは男女関係のI love you も込みなんですけども、要するにね、人気者になるっていうことと、あとはね、人に対して愛情とか敬意を送るっていう、その練習ですよね。できれば自分がリーダーシップを取って責任を取れる立場になっていって、みんなのために道を開いていってほしいなと思いますし、そうでなければ誰かのお手伝いができるようなね、そんな人になってほしいし、少なくとも足を引っ張る人間になるようなと。集団の中で気に入らない人がいても、その人と積極的に気に入らないことで討論するんではなくて、どうやったらこの人の役に立てるだろうかっていうふうな知恵を張り巡らしてね、で、嫌いな人に対しても好きな部分を見つけていくとか、嫌いな人と一つの偉業を成し遂げるとかね、まあ、ジョジョの奇妙な冒険で言うと、第2部のね、ジョセフ・ジョースターとシーザー・ツェッペリとね、この関係ですよね。最初はお互い嫌いなんだけども、なんか同じ目的のために頑張っていったら友情が芽生えるみたいな、まあ少年ジャンプみたいな感じですけどもね。だから先入観で気に入らないと思っても、まあ心通じ合う訓練ができるんじゃないかなっていうことも込みで恋愛ってものですね。最初はそう思ってないけども、だんだんと心惹かれ合うような感じになっていくみたいなね。それが一つと。あと一つはやっぱりね、組織の中にいることによって自分の立ち位置をしっかりと打ち立てること。できればですね、リーダーシップを取ってもらいたいっていうのはあるんですけども、そればっかりが組織の中で役割を果たすことではないですから、いわゆるね、スネオ的な立場でね、人をよいしょしていい感じで立ち回るとか、あとはまあ少なくとも人を痛めつけるような立場ではなくて、痛めつけられてる人の前に立ちはだかって強さをね、人を守るために使ってほしいなと。その小さな社会の中で自分の役割を見つける場として、なんか学校ってものに関わってほしいなっていう気がするんですよね。だからみんなと同じようにやれってことじゃなくて、代わりのできない人材になれっていうふうなことを教えていければなと思います。この2つですかね、私が思うのは。だからそうなると、私はね、スタートラインとして、まあ、いわゆる普通の私が通ってたら学校に行かせる選択よりも、代わりのできないようなね、少数派の行く学校がいいかなと思ってるんですよ。でそうなると、インターナショナルスクールのまあ、幼児教室ですか。ちょっと高いんですけど、私のね、なんか大学の費用より高いというね、とてつもないなと思うんですけども、まあでも、大和くんね、見学会に行ったら気に入っちゃったのとね、私も気に入っちゃったんですよね、あのフランクな感じと、それから、基本的にランゲージって、英語なんですよ。で、言語っていうものの分別がつく前に、学習じゃなくて、言語として、習慣として、英語と日本語っていう2つをね、使えるように、まあ3歳ぐらいまでになっておけばなと思うんですよ。英語を学習だと思うんじゃなくて、英語はコミュニケーションのツールだっていうふうな入り口でいかないと、中学の頃から私みたいに英語を覚えると、本当にね、学習なんですよ。数学と同列なんですよ。音楽と同列なんですよ。苦しいんですよ。で、何回も挫折するってことなんで、まあ1歳になった大和くんと今一緒にね、英語の教材を48歳の私が一緒にやってるっていうところですかね。で、あやさーちゃんの中にも出てきた、質問があります。何のために勉強するのっていうね。これ聞かれると思うんですよ、やっぱり。私なりに用意しておこうと思います。
答え方は2つです。何のためにこんなね、タンジェントとかねコサインとか覚えないといけないの、何のために XY 軸二次関数ってあるのって聞かれたら、いや期末試験で出るだろうって答えますよね。だからそれを期末試験のためにやれと、目先の問題をクリアにするためにやれと。で期末試験でそれね、なんでやるのっていうふうに5年って覚えなかったら、期末試験で落第点取って結局ツケが来るだろうっていうね。それだけのため、目の前の問題をその場限りで解決するためでいいよそれはっていうね、一生使わないよって、社会に出たらそれができたからって言ってできない人と差はつかないよっていう話をしながらも、でも目先のその期末テスト出るんだからと、期末テストクリアできないとその先のレースで最初から負けちゃうよっていうことだからね。で究極それね、できなくてもいいよと、学校では落第点でも全然 OK、 でもお前はビジネスと投資では満点を取れと、絶対勝ち残れ、だったら学校の勉強どっちでもいいよってなるんですけども、やっぱり学校の教育が基礎的なものがねないと、投資で勝つこともビジネスで勝つことも非常に難しいと私は思ってます。あと恋愛でうまくいく方法も、やっぱり学校の教育ですよね。どんな言葉を使うのか、どんなタイミングでそれを使うのか、いろんなことがこの国語ってものとか英語ってものにたくさん入ってます。あとはね、人間関係は数学的な解釈っていうのもできるんですよ。数学的な解釈っていうのはここでは一言では言えないんですけど、他の動画で語ってるんですけども、結局人の心理っていうのは一定の公式のもと動いてる部分もあるんですよね。だからネゴシエーションっていうのがあるんですよ、交渉っていうのがね。交渉っていうのはまず外堀を埋めて、相手にノーと言える条件を全部なくしていった後に本題に入るってことを繰り返していくんですよね。そうすると言動一致の原則ってあって、今まで言ってきたことをちゃぶ台返しで全部ノーにできないから、仕方がない、今回は条件を飲んでおこうってなるわけなんですよね。まあ、そういう意味を込めて、まあ、学校っていうものはね、私は子供に対してちょっとね、誰が来たんでここで終わりますけどもすいません、まあ、撮影するとねこういうことが結構あるんですよね。じゃあすいません、話の途中ですけども言ってない、はい、では中断したんですけども、まとめに入りますね。学校はやっぱり勉強の仕方を教わるところ、それは本当その通りだと思うんですよ。教わったことの中身が正しいかどうかははっきり言って分かりません。歴史っていうのはそこまでの解釈ですし、まあ、数学っていうのはね、ある程度答えが一つにまとまるんで、まあいいと思いますけども、なんかその時点での便宜上の答えを約束事として決めているのが学校かと思いますんで、勉強の中身についてはね、もう個人的に解釈を深めていくしかないかなと思います。これ。ただね、勉強の仕方を教わるっていうのは、あやさちゃんの本当に言う通りなんで、どのようにやっていったら覚えやすいかとかね、どのタイミングでテストに出るのか、どういったものが問題になりやすいのか、どうして出題者はここを回答として求めてきたのかってことを、やっぱりね、見ていくってことじゃないですかね。やっぱりこうテストっていうのは出題者との会話ですから、問いかけですから、なんか全てがね、めんどくさくて厄介なものではなくて、どうしてこの問題にたどり着いたのかなっていうふうなことと、まあ、対話できるのかなと思いますしね。やっぱりその先生に対する偏見っていうのは、教師に対する偏見っていうのは誰しも持ってると思いますけども、ただやっぱりね、教師も一つの職業としてやってる部分と、やっぱりいい教育をしたいというね、義務感と、あとは教育者自身が、教育要項に従ってやることへのね、窮屈さとか不自由さも感じてると思うんでね、まあ、いろんな思考がそこから張り巡らされていったら本当の教育にたどり着くかなと思いますね。大筋ではあやさちゃんの言う通りかなと私も思いますんで、細かい部分ね、個人的に感じている部分と我が家でやりたいことっていうのをちょっとだけお話ししてみました。じゃあね、そんな感じですかね。明日からちょっと留守にします。失礼します。